今週どう見ました？タイトルハードアスペクトじゃん。僕の中でも完全に解決はできてないんですけど、英語として直訳したら厳しい局面みたいなので全然納得はできちゃうんですけど、なんせやっぱ五老星がいて、太陽のルフィがいて、ステラがおってっていう星がいっぱいある中で、このハードアスペクトっていうのが先生術のまあ、用語でしかないんで、めっちゃ簡単に言うと、太陽を中心にして木星と土星が、0度とか90度とか180度っていう意味のある角度の時に使われる用語みたいなんですけど、それが今回のこのエッグヘッドの配置で誰と誰が何度なのかって多分読めないんで、確定してるの星の動きって、あれ簡単に言うと、例えば僕やったら1996年3月7日生まれですってなって、でその日の星の位置関係からこの人の、まあ、運勢が読めますねとか、何年の何月何日はこの位置っていうのは割り出せるんだ、ずっとある程度読めるんじゃないですかね。でその何月何日の時はハードアスペクトになってたりするし、そうじゃなくなってたりするしってことなのか。調べたらもうめちゃめちゃ、まずメジャーアスペクトとマイナーアスペクトがあって、メジャーアスペクトの中にハードアスペクトとソフトアスペクトがあってみたいなさ、もういってってなったんだけど世の中の人に伝えようとするとごちゃごちゃすぎるから、簡単に星占いみたいなをやってるみたいなんですけど、それは遊び感覚に近いもので、ほんまにその極めてていってちゃんとアスペクトを読んでいくとほんまにすごいものらしいです、占星術っていうものは。けどそれが今回どう生かされてるかはちょっと全然分かんなかったんですけど、なんか天動説地動説の話とか、その占星術の話とかもなんか意味深だよな。信じてる人と信じてない人がいるみたいな話で言うとなんか引っかかるよな。ここのワンピースの歴史にも関係してそうなね、小原のあの模型の話とかもあるけど、クローバー博士がポーネグリフの解読にこぎつけたのはここ小原だけじゃっていうのを言ったんですよね。密かに研究してる人はまだおってもおかしくないじゃないですか、小原みたいに、はい、のくせにここだけじゃって誇らしげに言ってるのが多分ダサいと思うんですよね。あの他を否定するって真の学者はやらないというか、全世界見たわけでもないのにここだけじゃっていう、まあうぬぼれにあるんですよ多分あの人って、はいはい、その中で天体模型が出た時にここは世界最大の図書館じゃってあの模型とともに語ってるとことかも、あれって太陽中心じゃない天体模型になってて、そこでも間違ったものを掲げて研究を進めちゃってるんですよあの人は。はいはいはい、間違った仮説を立てちゃってるっていう証拠みたいな話でもあるもんね。だから五老星が言ってた大胆な仮説だっていうのは本当に大胆な仮説を言ったと思ってるんですよ僕は、はい、だからクローバー博士は間違ってるとしたら、あの世界もやっぱり地球中心と思っちゃってる世界が主流で、本当はまあ太陽中心、間違ってるあの人は。あの断言は確かにダサいな。ファイナルファンタジー7とかさ、科学者が出てくるんだけど、俺が印象的だったセリフに、科学者として発言は気をつけなければいけないが、おそらくこうであるみたいな、あの言い方をすんのよ。クローバー博士に求めたいのはそれだよな、うん、不確かなことは言えないけど、おそらくはこうじゃないかっていう言い回しであってほしかったみたいなね、うん、なるほどね。最後のマーズ星の話って一コマ目はこれか、運が悪かったな、ベガパンクでヨークが言ってた渦貝型のデンデン虫を見つけてこれか、うん、でちょっと見上げてるような様でこれ終わってるんですけど、はい、単純に巨大なベガパンクの脳みそが液の中に浮いてるだけでいいんじゃないかなって僕は思ってるんですけど。あーなるほど、ゴボゴボもそうだしね。おもろい方で考えていったら誰かのセラフィムがいるとか、はい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 、そしたらマーズ星がもっとなんか汗かいたりとか、この表情を見る限りそんなにびっくりもしてないというか、見てるだけに見えるんで、我々がなんかちょっと期待するようななんか衝撃的などんでん返し的な事実があるんだとしたら、もっと表情を驚かせるよね。だから予想してた範疇というか、これが聞いてた通りこれかみたいな、なんかそんな感じでもある。そうですね、まあ、若干イラつきも見えるから、もう一個挙げるとしたら なんか古代兵器に関する研究してる証拠みたいなのとかがあったりしたら、この表情に当たるかなとも思ったな、はい、政府に対して秘密にしている研究みたいな証拠みたいなのがここにある、裏切りの証拠というか、そういうのがあればこの静かに起こってるみたいなさ、ベガパンクが裏切ってボニーに権限与えたこととかがこの表情にしてるのかもしれないけど、それを見てこの表情になったと考えるんだったら、五老星たちが頭に来る何かが見えてるっていう。脳みそだけもでも本当にシンプルでいいね。脳みそは絶対あるとは思うんですよ、でかい脳みそ、うん、今の話聞いてるとベガパンクってベロ出して
るんで、あっかんべーみたいな、ここに来ることすら待ってましてみたいな、イラストとかあれば。なるほど、ルパンが残しておく書き置きみたいなね、あの、うわ、それかっこいいな、それ。どこまでやってほしいんですよね、ベガバンクに。僕は やってほしいな。クソアニみたいな、なんか三人の書き残したクロコダイルに喧嘩売るやつもあったよな、なんかあんな感じ欲しいな、なんか確かに。ゴボゴボは十チハック脳みそのことでしょう、パンクレコーズに入ったわけだしね。怒りに震える慢性というのはなんかそういう理由があるのかなっていうね。ふざけてるベガパンクなのか、完全に裏かかれた表情なのか。ルパンバースス癖人間か、魔物ね。あれも散々言われてますけど、どう関わるのかいまいちわかんないですよね。けど確実に取り入れられてるはずではあると思うんですよね。巨大な脳みそがあって、でめちゃくちゃ賢くて、ベガパンクのベガってそのことざで、はい、要はハープのことを言ってて、ルパン見返した時に魔王がハープ弾いて登場したんで、こっからなのかなーとか思いながら、めっちゃいろんなビジネスもやってるけど、近年では考古学の発掘を手掛けてるっていう風に進んでいくのも、まあ、オハラの研究をやってるのにもつながるし、はい、けどそうなると魔王はめちゃくちゃ悪い感じなんで、それをどう置き換えてるかはいまいち分かんないんですけど。魔王って最終目的って何なんだったっけ。最終目的は不老不死ですね。なぜか不二子を求めてるっていう、ずっと。そこは全く語られないんですけど、単純になんか若さの象徴みたいな感じで空いてるっていう感じやと思うんですけど、はっきりは語られないストーリーですね。魔王っていうなんか細くてキモいやつがいて、魔王のコピーのコピーのコピーみたいな、もっと細いなんかやつれたやつが出てくるけど、結局本体は巨大な脳みそでした。脳みそだった。で、最終的にそれをロケットの先についてて宇宙に飛んでいくっていう、意味わからん感じの小田先生がどうそれを解釈したのかとかも。その魔物の脳みそも液体みたいなとこにバーンって入ってて、コポコポなってたんで。あとドラゴンボールのドクターウィーローだっけかな、映画版のドラゴンボールにももうまさにそんなやつ出てくるのよ。天才科学者で脳だけになってるっていうのは、その魔物もそうだし、ドクターウィーローもそうだし、あるはあるし、完全にね、ベガパンクはのみのみのみを食って脳がでかくなりすぎたから切り取ってるっていう話もあるから、どっかに脳みそがなきゃおかしくて、今回も絶対にそれが出てくるって話だよね。どんだけでかくなってんのかっていうのは、その脳みそ単純にパンクレコーズが出てきた時に、脳みその格納庫っていう表現をした、ね、見えてるのはあくまで側であって、中に脳みそがある。脳みそがある。もし魔物をやってるとしたら、ベガパンクがザルとかサターンに貫かれたとて、ベガパンクは死なないと思ってるんですけどね、はいはいはい、脳みその全貌がバーンって明らかになるっていう話だな、来週。それが多分かなりインパクトの強い絵なんだろうな。やったら面白いですけどね、うん、でも魔物のさ、脳みそだって分かるところもゾクゾクしなかった、うわーっていう。そうです、みたいなもう怖い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 ってなる、あの感じね。ちょっと怖い感じもあると思うんだよな。でもそれはペガパンクなんかちょっとチャーミングにしてくれるのかな、うん、小田先生がなんかまがまがしく描くのか、ヨークとかアトラスとかのサテライトがとにかくチャーミングだしさ、ペガパンクも遊び心あるからさ、はい、小田先生が考えるその脳みその格納の仕方っていうのが来週見れるって話だな、多分。どんな感じで書くのか。サテライトで言うと、あのエジソンの動きはラボフェーズから下に行ってどうにかするみたいな、なんとかしようとしてるってことでしょ。 78% 自分にダメージを与えたとしても、島の脱出のために一肌脱いでくれたっていう話でしょ。別に根拠もなんもないんですけど、最終手段に出たと思うんですよ、エジソンは。自分を削ってもこの島を壊れてしまってもいいから飛び込んだ策やと思ってて、じゃあそれ何するかってなったら、はい、ワインボトルみたいな雲を発生させてる装置あるじゃないですか、はい、あそこに行くと思ってて、エジソンが。単純にあそこの雲の出る角度とかをいじればラボフェーズごと斜めにスライドできるじゃないですか、はい、でもなんで最初からそうやって脱出せんかったんやろ、ベガフォースワンとかをわざわざ使ってやろうと思ったんやろってなると、パワープラントとかなんか高圧ガスとかいろいろ爆発してしまうものがあるから、はい、最初の手段ではなかったけど、エジソンはここまで来て、もう爆発してもいいからとりあえず麦わらの一味を脱出させてあげようで、あの雲を移動させてっていうので、なんかいけるんかなっていう。エッグヘッド編ってもう
どの辺のオマージュが入ってんのか分からんぐらいいろいろあるんですけど、一個は多分空島はやっぱりあるんかなと思ってて、二層にこう分かれてる感じとか、まあ単純に島雲とか出てくるんで、そうなったらジャイアントジャックを最後切り倒すみたいな、斜めにするみたいなのとちょっと被ってくるし、ラブフェーズを海に届けれるはずなんですけどね。なるほど。これずっと擦って何回も後からも説明してくれるよね。ベガフォース1で本当は飛んでからクードバーストやる予定だったけど壊されちまったっていう説明がいっぱい入るよね。それの代わりになる何かがないといけないっていう話だよね。希望的観測で何の根拠もないけど、なんか鉄巨人がその役目になるんじゃないかとかっていうアバウトの予想とかしてたけど、なんかこう現実的じゃないし、絵も浮かばないし、飛べんのかもわかんねえし、味方してくれんのかもわかんねえし、それよりも今エジソンの動きとエッグヘッドの成り立ち、パンクレゴーズの成り立ち考えるとその方がめっちゃ自然だわ。ワインボールで向きを傾けてちょっと離す。でそれなんで初めからしなかったんだって突っ込みどころ入るけど、犠牲もあるから第一希望ではないやり方だったけど、もう背に腹は変えられない状況になってるから無理やりしようとしてるっていう、それがエジソンが本当にその作戦が成功するのか、鉄巨人がどう動くのかみたいな、なんかそういうこうドラマになっていくって話なのかな。ステューシーのこの居残りも単純にフロンティアドームの解除する人間がいないといけないっていうだけじゃないですか。はいはい、解除をすると五老星とかも海軍とかも全員入ってこれるから、まあ殺されるっていう話だよね。ステューシーはモネみたいな感じですよね。モネだね。解除して終わりなのか、それともなんかその先に爆発みたいな話なのか。バリアの解除と船の脱出は同時やって言ってるから、まあバリアの解除がステューシー、船の脱出がエジソンが体を張ってやってくれてるみたいな、ね、なんかそういう役割分担なのか。